卑怯者だよ卑怯者、あいつら卑怯者、ああ、一人に寄ってたわって三人でふざけんなかな、ああ、いて、ああ、ルールを守れって何回言わすんだよ、お前もらもか卑怯者だな、ああ、今のジュニアのタッグの挑戦者ってのは卑怯者の集まりだな。そうか、そうか、おい内藤や、そのつもりなんだろう、おい、お前のそう進むべき道、そして欲しいもの分かって、俺の首だろ、そしてこれだろ、そう、お前があれだけいらないと言っていた、これあれだけお前が無視続けた続きによる、そうか、そうか、お前が欲しいのか、あ、俺が欲しいのか、だったらてめえの首差し出してここまで出てこい。ジュニア、タッグベルトさんの声が聞こえました。今もこうして目をつむるとなんだか聞こえてくるような感じがします。彼らは何か今のこの風景を非常に楽しんでいる様子でした。俺だって楽しいよ、 IWGP ジュニアタッグのベルトさんたち、どうか僕たちの元へ来てください。おい金丸、デスペラード、お前らどうなんだよ、 3K とじゃなく俺らとやれよ、俺とヒロムで奪ってやるよ、え、タッグマッチの IWGP ジュニアタッグタイトルマッチ、タッグマッチでやれよ、エンセリオマッチ。俺の視線の先、一体何が見えているか、今何が見えているか分かるでしょ、会場にいたお客様もはっきりと分かったんじゃないの。俺の視線の先は、今注目していることはニュージャパンカップですね。ニュージャパンカップだよ、俺エントリーしてたわけだからね、優勝を目指してたわけだから、俺が敗れ去ってしまったニュージャパンカップ、この行方が気になってしょうがないね。俺に勝ったザックとロスティングベルナブルスでハポンの真田、今日一体どちらが決勝戦に上がるのか、そのことで頭がいっぱいだよ。他になんかちょろちょろと俺の視界に入ろうとしている選手はいるけれども、残念ながら気にならないね。あなたの存在よりも俺はニュージャパンカップの行方の方が気になってしょうがないから、構ってほしいんだったらさ、もうちょっと後にしてくれるかな、とりあえずニュージャパンカップが終わってからにしてくださいよ、カブロン。じゃあ次は水曜日長岡でお会いしましょう。アスタミエルコです、アディオス。